ましたはい、始まりました。ブローアップゴルフ。ブローアップゴルフです。の横田流星です。りょうちゃんです。今日の動画はちょっと二人でなんか話しながら、やっていけばいいか、やっていければいいかなと思うんで、まあ、全然興味ない人は見ないでくれて大丈夫です。まあちょっと面白い、滑らない話でもしようかなと思って。滑るね、多分。いや、俺の話やばいっすよ。まあまあ滑ると思う。てかお互いね、みんな多分わかんないけど、でまあ何話すかっつったら、ちょっと今後のこと、まあもう年、今日何日、21 18、そう、今日撮影日が12月の17日の木曜日ですね。クリスマスイブイブイブ、まあ分からんけど、イブイブイブ、なん、まあ17日なんですけど、まあもうすぐねクリスマスあって、今年はもうすぐ終わるっていうことで、まあちょっと話していければ、まあ超ゆるくね、飲み物飲みながら話していければ、超ゆるく、今後の二人の未来を話していこうかなと思います。イエーイ。尺が長い。まだ何も話してないけど、もう3分1分半ぐらい撮ってるぜ。どっちから話す？やばそう。じゃあ俺から行こうか、うん、もう僕はそんなに何か極端に変わるわけじゃないんですけど、はい、来シーズンも僕は日本で、はい、ゴルフする予定です、はい、それとまあ来週この動画が上がってるぐらいだね。るぐらいに手術、23日に、右の手首を取ります。ちょっと真面目に話そう。あ、手術してちょっと痛めちゃって、半年ぐらい痛めてたんですけど、それを、まあ、治すために、思い切って手術することになりました。そんなに複雑な手術じゃなくて、簡易的な、うん、簡易的っていうの、何、すごい簡単な手術なんですけど、まあ、また来シーズンの開幕に間に合うように、手術します。ねえ、どうだろう、どんぐらいでゴルフはできるの？そう、まあ、意外と多分1、2ヶ月もすればクラブは全然バンバン振れるようになると思うんですけど、2月ぐらい、そうだね、目標は2月、目標それぐらいにはもう打てるようになることが目標なんですけど、まあ、とりあえず僕はそういう流れで、はい、オフシーズンどういうふうに過ごせるかは分からないですけど、まあ、やれることを見つけて、まあ、いろいろあるからね、うん、やれることやろうかなと思います。じゃあ僕いいですか？いいよ。まあ、僕は、まあ、最近体重が85キロになってしまったので、まあ、ここから10キロマイナス動画でも作ろうかなと思うんですけど聞いてる？聞いてる？あ、10キロマイナス動画でも作ろうかな。あ、無理無理で、それ2日で終わりますっていうのは冗談で、まあ、僕は来年の1月7日の予定なんですけど、今のところ、えまだまだまだ、ワンテンポ早い。1月7日の今のところの予定なんですけど、アメリカに行って、ここでゴルフをしようと思ってます。えっ、すげえ、渡米、渡米です、りゅうちゃん。実はこのチャンネル開設した1ヶ月後には2人バラバラなんですよまあそれも話した上で YouTube 始めたんですけど、 YouTube 始めたんですけど、まあ今後はね、お互いなんか、まあ、寮は日本で、まあ、そういう今まで通りっていうか、そうだね、これからもともとその流星はアメリカで、アメリカのゴルフの日常を上げながら、僕は日本の、まあ、先輩のプロだったり有名なプロと一緒にこうゴルフするような動画をこうお互い上げれたらなっていう話だったので、はい、まあ、今後はそうですね、僕はなんかアメリカの、まあ、ミニツアーを出る予定なんです、当分は。そのミニツアーの様子とか結果だったり、まあ、英語力が本当ゼロに近いので、
で どれぐらいでね英語がどう上達していくかだったり、まああの2人ともトラックマンとか持ってるので、まああのやり方どういう風に上げれるかわからないですけど、まあ僕らのチャンネルにしかできないようなことは逆にできるのかなって思います。一応そうね、まああんま深い話はしないけど、行くことを決めたこととかは言わないけど、もうふざけんなよまあそんな感じなんで、まあ今後はとりあえず僕はアメリカでね、そういう試合だったり、まあ、練習する場所もほぼ決まってるんで、練習とか、うん、まあ、車も買うんで、どうやって買うか知らないけどっていう。ドッキリじゃないよね。ドッキリじゃないよ。ドッキリじゃないよ。本当に行くんだよ、ね、もう住むとこお金払っちゃったの。あるら、今そういうことみたいです。彼は本当に行くみたいです。銀行開設手続きしてる。あるら、すごい。まあ、いよいよなんか、まあ、来週実家帰るんですけど、アメリカ行く前なんで、ようよう実感してきたね、その、うん、行くっていうね。まあ、コロナがすごいっていうか、コロナはやっぱどんどん日本もですけど、それ以上にアメリカが増えてるんで、そこはまあ心配ですけど、ある程度のリスクはしょうがないなと思って。まあね、日本に行ってもアメリカに行ってもコロナになる時になるしね、うん、そこは自分で気をつけながらやっていこうと思って、うん、ます。いや寂しくなるね。そうっすね、うん、そうっすね、だってそうだね。ちょっといやもう僕最近そういう、まあ流星ともうすぐ会えなくなるんだなって思ってたら、もう朝も起きれないんですよ。朝も起きれない。涙が出てきそう、うん。夜は眠れる。いや、ダメでしょ。普通逆でしょ。逆？普通逆だよ。え？なんで、まあ、とりあえず、まあ、凌之助は来週手術して、僕は3週間後アメリカ行って、まあ、この動画はいつ上がるか分かんないですけど。うん。まあ、なるべく早くね。まあ、凌之助の手術の時ぐらいか。うん。あげるんですけど、いやー頑張りましょう。そうですね、うん、まあ、地球は地球だしね。ん？地球は地球、地球は地球。何言ってんの。やっぱ空はつながってるから。うん、あ、俺らもつながってるよと。そうっす。うーん、へえ、らしいです。なんでそんな感じで、これからっていうか、まあ一応僕が来週その凌之助が手術23日するんですけど、そのタイミングで僕も実家に帰るんで、まあその時から一応もう離れ離れになるんで。ただラウンド動画は結構まだ今から出るので、はい、まあ一緒にゴルフしてる動画はまだ1月いっぱいぐらいは上がるのかな、ね、上がる予定です。でちゅうちゅう、まあ、お互いな、だから、まあ、そこら辺ぐらいから個人的なっていうか、うんうん、お互いの動画になると思うんで。そうだね、まあ、お互いの動画見てくれたらいいかなと思うんで、うん、まあ、こうやって多分動画、まあ、これが最後なんじゃない、2人でこうやって最後っていうか当分ね。はい、当分多分ないと思うんで、めちゃめちゃ貴重な動画ですこれは。はい、じゃあそろそろ閉める。大丈夫、エレキスイッチ押したろか。はい、どうもグローアップチャンネル。グローアップチャンネル。グローアップゴルフ、りょうちゃんです。もう9時半だからそろそろ寝ないと。そうだね、肩痛いし。まあ、そういう感じでこれからやっていくんで、うん、まあ、これからも動画見てもらって、まあお願いしたいですね。
まあチャンネル登録者増えてないし、増えてるっていうかね、チャンネル登録してくれてる人、動画見てくれてる人、ありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。まあだけど嬉しいです。はい、だけど終わりでします。はい、チャンネル登録と、高評価は、なんか高評価ってさ、押したらどうなるか知らないけどさ、なんかみんな言ってるよね、高評価してくださいみたいな。うん全然しまんねえ。うん、じゃあ閉めよう。はい、とりあえずまあ今後は2人で、はい、別々の動画を上げるような感じになるんですけど、まあ少しでも需要のある、はい、アメリカと日本のゴルフの違いだったり、そういうのをお見せできればなと思ってるので、今後ともよろしくお願いいたします。まあたまにテレビ電話するよね。そうだね、報告会みたいなのも兼ねて、まあ、連絡を取り合おうかなと思います。間違いなく電話は着いた日か着いた次の日にはすると思う。まあそれだ、そうだろうね。まず車屋さんに着いたらまあ電話かかってくるだろうね。ホームステイのお母さん何喋ってるか分かんなくて電話するかもしれない。うん、多分絶対そうだろうね。うん、まあ初めてのゴルフコース、家、車、そう、まあ、まあ、そうね、電話かかってるんでしょうね。あの車、あと免許、車は、うん、多分もう向かってる途中から電話してると思う。うん、もう多分僕が行くようなもんですけどね、それだからね。免許もらって絶対電話するじゃん。これ何書いてあるかは多分できるけどさ、うん、それ何喋ってるか分かんないとかさ、うん、とかゴルフ場もそうだね。メンバーになるためのなんかその話すんのに、うん、まあ、ニコイチなんで僕らは何でもやりますよ僕は。あ、そうですよ。まあその4つぐらい、4つは買った4つよね。あとはあるとすれば入国の時。ああ、まあいっぱいだね。まあアジアと違ってね、時差がね、ちょうど真逆だから、夜の時朝みたいな、もうそれがちょっと心配。朝4時とかにちょっと今なんて言ってるのとか言われても、さ事前にさ何時から何時開けといては連絡するわけ。うん、さ多分急に夜中電話しても出ないでしょ多分。電話で起きると思うよ。起きると思うけど、一応その、まあ、あの時間帯は連絡するわ。うんうん、事前に LINE で何時から何時に車屋行きますみたいな。わ、うん、かりました。待ってます。すいませんけど。いえいえ、お願いします。よいしょ。まあそういうことです。とりあえずチャンネル登録と、高評価お願いします。よいしょ。ありがとうございました。ちょっと長々となっちゃったけど、まあここまで見てくれてる人はいないやろな。多分いないね。もう多分最初の1分50秒ぐらい終わってる。じゃあね、バイバーイ。